あ、本当ですか。そっかそっかそっか。いや、もうよろしくお願いします。すいません、切り取っちゃって。え、後ろ乗った方がいいかな。こと後ろ乗る、うん、僕じゃあ前乗っちゃいます。はい、めちゃめちゃ自宅までナビして。はい、待って、どうも、ケイスケです。本日は渡辺さんのお家にお邪魔しております。はい、ということで自己紹介の方をちょっと。はい、ガジェット系 YouTuber の渡辺和正です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、急に来て撮り始めちゃって。いやいや、うち来たの初めてです。あ、本当ですか。はい、そっか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 。いや、もうすごいっすよ。でもあのさっきもう本当に動画撮っとけば思ったんですけど、いいと思ったんですけど、マジでめちゃめちゃカメラあるし。もうカメラだらけだから。いや、すごいっすわ。これはちょっとあのいろいろ本当は言いたいところあるんですけど、まあ、あの今回はちょっと渡辺さんにせっかくこう北海道に来て、はい、そう、まあ、お邪魔させていただいたということで、カバンの中身、はい、まあ、普段のカメラバッグの中身をちょっとね、見せていただこうという取材でございます。はい、で、まあ、普段活動とかは、まあ、主に YouTube ですよね。 YouTube ですね。 YouTube で、メインとしてはっていうか、もうガジェットのレビュー。そうですね、もうガジェットレビュー、もう、うん、ガジェットレビューがメインですね。はいはいはい。他になんかやってたりするんですか。いやー、でもなんだろう、メインとしてはそれぐらい、 YouTubeぐらいかな。はい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 、はい、じゃあガジェット YouTuber ということで。そうですね。いや、そうです。あの結構ちゃんとガジェット YouTuber さんのカメラバッグの中身取材するの多分初めてで、僕も、はい、あの逆にその映像作家の人とか、まあなんか映像やってる人のカメラバッグの中身ばっか見てきたんですけど、はい、まあ、逆にこうその人たちよりしっかり多分作り込んでるカメラがいっぱいあるんで、うん、なんかそれでも含めてすごい面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで早速見せていただいてもいいですか。 OK です。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、一応オープニングの方どうぞ。はい、ということでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、でまず今渡辺さんのお部屋に来てるんですけども、カメラの数が半端なくてもうね、パッと見で4台あるっていう感じになってますが、とりあえずカバンの中身をお見せさせていただいてもよろしいでしょうか。OK です。はい、はい、こちら。はい、いや早速なんか PR みたいになっちゃうんですけど。はい、ケスケ君がね。そうです、開発したというか。はい、そう、僕と、まあ、ウッシーとかと一緒に開発した6っていうカメラバッグ使っていただいてます。ありがとうございます。クラファンで支援しました。ありがとうございます。あんな高いものを。めっちゃ聞いてますよ。ありがとうございます。なんか結構あの声でいただくのは、結婚式のカメラマンとかが割とこう、あのフォーマルじゃないですか、革なんで、うん、なんで結構嬉しいみたいな感じでいただくこと多いですね。あ、まあ、デザインもいいし使いやすい。 ありがたい、めちゃめちゃありがたいです。じゃあちょっと中身の方を、はい、いきますか。見てもいいですか。はい、じゃあちょっと下の方から、はい、見ていくといいですね。これこの間完全に旅行行った時と同じセットを、はいはい、ありがとうございます、入れてるんですけども、旅行行く時はカメラはこのセットですね。それは α7-4 ですか。4ですね。はいはい、4と 16-35mm の新しいレンズですね。そうですね。へえ。これを入れとけば結構ほとんどのシチュエーションは、まあ、Vlog とかはもう十分撮れるかなっていう。確かに確かに。あと α7-4入れてる理由が、はい、この動画だけじゃなくて、うんうんうん、あのまあ、静止画とかもやっぱり高解像度で、うん、そうですね、そうですね。とあとあのスーパー 35mm、はい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 、まあ、このレンズでも 1.5 倍もできちゃうので、結構なんかこのレンズだと、そうですよね、 16mm からいって、35mm の 1.5 倍なんで、うん、52.5 か、うん、とかまでいって超解像ズームまで使うとめちゃめちゃ寄れるみたいなのありますもんね。そうですね。確かにそれすごいわ。これ結構万能なセットで、はい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 。なんか前あれだったじゃないですか、そこにありますけどキャノン使ってたじゃないですか。あ、使ってます。やっぱキャノンより今んとこソニーなんですか。そうですね。それ大きさですか、やっぱり。大きさです。大きさか。もうあのキャノン今 R3 しか持ってないんですけど、はいはいはい、この中に入んないです R3。 あー、やっぱそうっすよね。なんでまあ別のバッグ持ってく必要出ちゃうんで、はい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 、気軽に行くときはもう基本的にソニーで。画質的にはやっぱあのキャノンもめちゃ良かったですか。キャノンめちゃめちゃいいですね。あ、そうなんだ。動画も写真もやっぱりかなりいいんですけど。ああ、そうなんだ、そうなんだ。とこはサイズがネックでちょっと。確かに確かに確かに。使ってます。やっぱコンパクトの大事ですからね。で、入ってんので言うと、で、これのマイクが最近増えてる。あー、いいっすよね、これ。これなんすよ、ね、買いました、僕も。はい、ちっちゃいやつ、はい、はい、いや、めちゃめちゃちっちゃい、うん、ECM-G1 ってやつですね。 ECM-G1 っすね。いや、これはいい。ちょっとつけますか。こうつけてあげるとね、つけても
いや、いいっすよね。やっぱ高さが短い。はい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 、はい、が一番良くて、結構どこでもコント受けるし。確かに確かに。で意外と音もそれなりに結構。いや、そうっすよね。良かったりするんで、この間 Vlog 行った時に全部撮りました。いや、そうっすよね。いや、僕ももう今それ使ってて、今使ってるのは違うんですけど、はい、こういうなんか本格的な撮影じゃなければもうやっぱ多分そっち使っちゃいますね、僕も。そうですね。なんか取材とかじゃなくて Vlog だったらこれでいいかな。うんうんうん、確かに確かに、うん、ありがとうございます。はい、そしてあとは三脚いきましょうか。あ、いいっすね。あ、その中に入るんだ。この中にすごいスポット入るぐらいで、これ今自分ずっと決めてるやつで、これレオフォトの LH25 っていうかな、はいはいはい、に一応クイックリリースでもうウランジのやつをつけてて、はいはいはい、使うときはこっちの下にもついてるんですけども、あ、いいっすね。この下にこうカチャッと、いや、いいっすねこれ。入れるだけでまっすぐこう取れるっていう感じで、なんかこの三脚はこう広げてあげて、さらにこう下にこう伸ばしてはい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 、いけるんで長さをさらに出したりとか、 あとのテーブルに置いた時の高さとかも出しやすいんで結構気に入ってますね。確かに確かに。いや、いいっすね。そのセットアップいいな。てか上の底に入るのがいいっすね。ここの下のちっちゃいところに。そう、そこに入っちゃうんですよね。へー、いい。ありがとうございます。はい、こんな感じですね。はい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 。結構そのミニ三脚使ってる人多いっすね、僕の周りでも。あ、やっぱ使いやすいっすねこれ。はいはい、なんか人気っすね。はい、で、じゃあちょっとアクションカメラに。はい、いや、いっぱいやっぱカメラ出てきますねそこにそんなカメラ入ってんだはい、DJI、 はい、アクション2、アクション2、はい、これがあれば結構画角広いんで、はい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 、まあこれちょっと大きいカメラ持ってくのがちょっと厳しい時とかはこれでできるし、なんならここにこうくっつけたりとかねできちゃったりとかするんで、これは結構最近持ってってます。へー、結構使ってるんですね。じゃあ結構使ってます。へー、あ、そうなんだ。なんか車でなんかちょっとドライブする時とかのドライブ動画とかは結構最近これで撮ってます。確かに、ドライブ、そっか、もうマグネットっすもんね。マグネットで車にカチャッとつけて、はいはい、使ってます。確かに確かに便利だ、うん、アクション2。意外とじゃあアクション感も豊富っすね。でもう一個出てくるんですけどこれも最近気に入ってるんですけど、これ出ました、Insta360-1RS の1インチエディション。これ最近出たやつで、センサーが1インチ、360度なのに1インチのセンサーのカメラになってて、結構360度カメラって画質が今まであんまり良くないっていうのあったんですけど、これはあの360度の割にかなり画質がいい。へー、それいいっすね、はい、でこれ撮っとけば、ほんとラフにこう持って歩いてるだけで、確かに確かに全体撮れてるから、はい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 、撮り逃しがないっていうので使ってます。結構編集どうですか、編集めんどくさいとか結構あったりするなと思ったんですけど、その辺どうですか。いや、あの編集は1工程でやっぱり増えちゃうんで、うんうんうん、ちょっとめんどいはめんどいですね。うん、まあまあまあ、それそうっすよね。だ撮るときは何も意識しないで、確かに確かに、撮れるっていうメリットあるんで、はいはいはい、いや、いいですね。じゃあそんなもんすか、明日は。で、あとこれ定番のエレコムの、エレコムのね、これで、まあ、ちょっとレンズとかもね、こう拭いてあげたりとか、はい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 、こんな感じで、いや、いいっすね、いいっすね、拭いてあげたりとか、あとはまあタブレットとかスマホとか、うん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 、MacBook ディスプレイとかバッと拭いてあげればもう一気に芯取れるんで、うん、いいっすね、いいっすね。これは入れてますね。へー、ありがとうございます。はい、いや、僕もこれ持ってます。あ、定番っすね。定番っす。ありがとうございます。はい。じゃあ下はそんなもんですね。このちっちゃいところにめちゃめちゃ入ってましたね。じゃあちょっと上の方行きますか。はい、よろしくお願いします。上はでもそんなに多くはないんですけど。はい。はい。あ、いいっすね。で、これがさっき の DJI を首から下げるやつで、ここにこうマグネットでくっつけると。はいはい。ああ、楽っすね。はい。へぇ。すぐ使えて、まあ。首から下げるとこんな感じで、はい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 、いいっすね、いいっすね。両手フリーで撮影できるっていう感じですね。確かに確かに、マグネットでやっぱつけれるの便利っすね。はい、全然外れないっすか。全然外れないっすね。めちゃめちゃ強力で、外すときは横をつまんでブッと。ああ、ロックかかるんですね。はい、便利だっていう感じですね。へえ、そうなんだ、それいいな。このセットは持ってきますね。はい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 。で、あとはチョコレアは ND フィルターの、あ、西の、はい、セットになってて、この中開くと、まあ、バッとこんな感じで ND フィルターが入ってますね。結構いっぱい入ってるっすね。うん、ND 何使ってるんですか。最近このなんかオレンジの取っ
手があって、これ K&F コンセプトの ND フィルターですね。あの Vlog の時とかもちゃんと使ってます？ ND は使ってますね。あ、そうなんそうなん、はい、あとはですね、これですね、あの最近ちょっと気に入ってるこれはワイヤレスマイク。はいはいはい、なんかあれですね、あの渡辺さんのチャンネルでもワイヤレス5を超えたかみたいな感じで言ってましたよね、はい、そうですね。で、これは一応ケースがこれになってて、で、ケースの、はい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 、内側にですね充電が、そう、あるんですね。充電があるんで、これの中に入れとけば、まあ、中身全部充電できるよと。サラモニックの、いや、いいっすね、これやっぱ便利だな、はい、入ってて、まあ、全部この中で充電されてるよ。はいはいはい。で、ここにもちょっと隙間があるんで、このカメラと接続する時のケーブルと、うんうん、あとはモフモフが、あ、いいっすね、いいっすね。これでまあ風もカットしながら使えると。へー、あ、結構しっかりしてますね。自分はあのピンマイクとかあのラビリアマイクをあんまり使わないですよ最近。ああ、そうなんですね。ワイヤレスマイク使うときはもうこれ単体で撮りたい側なんですよね。音もいいですか、やっぱり。で、これの音がですね、あのワイヤレスマイクの中ではトップ級にいい。へー、まあ、かなり高解像度な。へー、あ、そうなんですね。気に入ってますね最近だと。そうなんだ。いや、僕はなんかワイヤレス GO2 いいんですけど、やっぱその充電がめんどいっていうのがありますよね、1個。ああ、そうですね。なんか純正でできないから。そうですね、なんかサードパーティーで一応あるはあるんですけど、はい、ちょっと確かにめんどくさいなと思ってて。そうですよ。ありがとうございます。はい、一応こんな感じで、はい、こう胸にこうつける。はい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 。これで撮ると。 Vlog とかで使うって感じですか？ Vlog とか、そうですね、あの結構音がガヤガヤしてるところとかで撮るときはこれで撮ったりします。なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、で、あと最後ここにね、はいはいはい、入っているんですけど、この中に、はい、こんな感じのセットです、ね。M2 MacBook。M2 が入ってます。はい。M2 MacBook Air ですよね。そうです、Air で、フィルム一応ちょっと貼ってるんですけど。はいはいはい。本当だ。ミッドナイトですね。指紋つきますからね。指紋がめちゃつくんで、自分はちょっとフィルム貼っちゃいました、ね。はいはいはい。いや、いいっすね。で、裏側が定番の、定番のマジックスタンド。マジックスタンド。で、こんな感じで、あ、いいっすね、高さ出して使ってます。ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じですか？そうですね、旅行行く時のセットはこんな感じですね。うん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 、ありがとうございます。はい、いや、面白い。こうやってサクサクいかないと僕ちょっとこっちも聞きたいんで。聞きますか？そう、こっち、ケイスケの動画。はい、ということで、ざっくり、撮らせていただいたんですけど、こっから渡辺さんのスタジオが半端ないんですよ。なんか、すごいことになってるんで、ちょっとさすがにこれも、聞いていきたいんですけど、ちょっと足早に聞いていかないとどう考えても終わらないんで、足早に聞いていきます、はい。ということで、ちょっと足早に、まずカメラ、置いてあるカメラ全部聞いてもいいですか？はい、ですよ。じゃあちょっとメインで最近撮ってるのが、はいはいはい。実はここに。これですか？はい、こっちにある。はいはい。これアルファ1。アルファ1。はい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 。で、ここに、あ、これさっきのやつですね。さっきのやつを一応載せたんですけど、ここには3カメで撮るときに手元を前から撮るカメラを置いてます。はい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 。で、なんかクランプしてあるこれにさっきのレオフォトのやつを、あ、そうですね、そうですね、直接レオフォトが挟んであるっていう、挟んであって、一応ここでちょっと角度とかを、はい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 、こんな感じで手元とかを撮れるようにしてます。なるほど、いや、面白っ。で、俯瞰のカメラがあるんですね。俯瞰が最近 FX3 がちょっと俯瞰になってるんですけど。ああ、そうなんですね。はい、FX3 が僕欲しいんですよね、FX3。 いいですね。で、あと α1 からちょっとマイクがこう伸びてきて、はいはいはい、ゼンハイザーの MK600。 いや、あ、じゃないですか、 MKH。 うわ、出たー、 MKH416 ですか？そうです。いやー、やってるなー、それは。416いいっすね。マイクは全部この MKH416 から撮ってるっていう感じですね。はいはいはい。やっぱ MK600 より全然いいですか？やっぱちょっと解像感高い気がするっていうか。ああ、そうなんだ。クリアな気がしますね。あ、そうなんだ。ちょっと僕も手出そうと思ってるんですけど、はい、なかなかのお値段じゃないですか。そうですね。10ちょっといくか、ちょっといくっすよね。いや、ちょっとそれが高いなと思ってまだ手出してないんですよ。ちょっと頑張ります。はい。オープニングの音はさ、これじゃなかった MKH。 あ、そうですね、 MKH 確かに撮ってますね。その音はちょっと最初のオープニングのとこで、確かに確かに聞けると思います。オープニングちょっと聞いてもらいましょう。はい、ありがとうございます。え、で、ちょっと待ってくださいね、これどっから質問していけばいいんだ。で、このモニターはどう繋がってるんですか？これは、これタブレットなんですよ。 Android、はいはい、タブレットで、あ、そうだ、 FX3 に電源入れて、はい、
で、あ、俯瞰撮影のところ。俯瞰撮影で、この今、リモート撮影ってところを押すと、すぐ Bluetooth で出て、はい、あ、すごい。こんな感じで、録画開始もここで。あー、すごい。し、はい、こんな感じで。あ、便利。まあ、あの ISO とかもここで。そっか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 。設定できるんで。便利っすね。こんな感じで。うわー、これすごいわ。手元でこう、操作できるから。で、じゃあこっちの、ディスプレイは上のカメラってことですよね。そうです。これは HDMI で繋がってるんですけど、はいはいはい。電源入れると、もう直で。あ、来ましたね。で、はい、来ますよと。はいはいはい。こんな感じか。うん、こんな感じです。はいはい。これ、あの、ライブ配信とかもできるんですよ、これで。ああ、そうなんですね。え、はい、こっからですか？これの中にそのソフトが入ってる。便利。これなんてやつですか？なんだったかな。これヨロボックスってやつ。あ、ヨロボックスか。はい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 。ギュインさんとか確かレビューされてましたね。そうです、ね。僕見ました、ちょっとそれ。それを見て買いました。ああ、そうなんですね。ギュインさんに伝えなきゃ。へぇー。ギュインさんの影響で買いました。いや、いいっすね、いいっすね。一回もライブ配信してないってね。あ、してないんすね。あんましないっすもんね。ライブ配信あんましてないっすね。あ、そうっすよね。1年ぐらいしてないっすね。ああ、そうなんですね。そっか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 。ただまあ、普通に HDMI で表示する感じで。確かに確かに。ディスプレイとして。いいですね。はい。へぇー。で、ライトは、一応こちらアプチャーですよね。そうです。アプチャーのなんかいいやつですね。 120D の2で、ここにもライトあるんですよね。これもライトなんだ、はい、これは一応ライトなんですけど、そんないいやつじゃないですけど、はいはいはい、感じで手元とかをちょっと明るくするのに、まあ簡単に挟める、はいはいはい、Amazon とかで普通に売ってるようなライトを、いや、いいっすね。ライトの下にクランプして挟んでます。あー、そっかそっか。いや、この辺結構やっぱりあのスーパークランプとかをめちゃめちゃ綺麗に使っててもうガジェット感が半端ないですね。もう至る所にクランプしてるから。いや、本当にすごいわ、はい、このマイクは何で使ってるんですか？これはあのボイシーとかを収録するときに、はい、あ、やってますね。こう持ってきて、まあ、この辺でちょっとタブレットとかに、はいはいはい、ここで音声取ってます。あ、で、この R3 は完全に置いてある感じですか？置いてある感じ。たまにここでサブチャン撮るときもあって。ああ、そうなんですね、はい。デカレンズ、レンズがこれあれですね、 F2 の F2 のやつです、ね、はい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 。こんな感じで、こんな感じですね。はい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 。いや、すごいわ。めちゃめちゃボケるっていう。ほんとだ、 F2 だから。うわ、これ聞きたいとこいっぱい出ちゃうな、マジで。で、全部充電ケーブルにつないでるんですね。全部つないでます。じゃあちょっとパソコンのところも聞きたいんですけど、はい、これはこれがあの Windows の、結構ハイスペックなゲーミング PC で、はい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 、あのグラボが RTX3090、 はいはい、結構新しめのやつですね。もう本当に最強のやつが入ってて、じゃこれメインで 1,2 年前ぐらいまでは編集してたんですけど、最近はこれはちょっとメインでは使ってなくて、あの向こうにある MacBook の方で最近は編集。なるほどなるほど。これじゃあゲームで使ったりしてるんですか？ゲームですね、今。ああ、なるほどなるほど。ゲームをガチのグラフィックでやりたいときやるみたいな感じになってます。そうなんだ。いや、すごいな。これは強いわ、はい。じゃあちょっとこっちも見ていいですか？いいですよ。はい、ということでこっちが編集のところですね。はい、ここで普段編集してます。はい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 。モニターが出るの、これあれですか？40インチ。そうです、40インチのちょっと大きいやつですね。はいはいはい。あ、でも40インチって意外とちょうどいいですね。ちょうどいいです。なんか49ちょっと広すぎるみたいな感じで言ってましたもんね。49の時はこう全部このモニターで埋まってるみたいな感じだったんではい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 、ちょっとごちゃごちゃしてたんですけど、はいはいはい、まあ、これにしたらちょうどいいぐらいの感じです。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。で、こっちに、あ、もう一個カメラがある。ここは、α7S3 が S3 がついてて、はいはいはい、ここからの画角でこう撮ることもあるんですよ。あー、なるほど。普通にメインとかで、メインとメインとサポーカーで、はい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 、なるほどなるほど。よ、あとパソコンが目の前にあるから、確かにすぐ始めやすいです。見ながらちょっと確かに確かに、そっかそっか、はい、この画角確かにありますね、はい、はいはいはい。その時にはライトちょっとこっち向けるのか。あ、そうです、ちょっと向けますか、せっかく。あ、全然すいません。この走ってる渡辺さんレアですからね、逆に。ちょこちょこ走ってる、はい、いや、いいですね、いいですね、ありがとうございます。なるほど、はい、これ iPad は何で置いてるんですか？普通にですか？あ、そうですね、ここで、まあ、通知が来たらちょっと見たりとか、うんうんうん、あとなんか Mac と連携されてるんで、はいはいはい、PDF にちょっとこの Apple Pencil で書き込んだりとかするときに、はいはいはい、サクッと見てるから。あー、なるほどなるほど、置いてます。はいはいはい。で、これマイクは
次こそ MK600。 600です。あ、よかったよかったMK600 来ました。はいはいはい、はい、一応あそこに配信のやつとかもあるんですね。そうですね、ブラックマジックの、そうです、 ATEM ミニアイソ。はいはいはい。と左のなんですか、ヤマハの、ヤマハの AG03、 うん、AG03 ですね。はいはい、これもあれですね、牛院さんがやってたやつだ。そうですね、牛院さんが多分最新のやつやってて、これは1個前のやつですね。あ、これやっぱマイクつけてると、これなんですか、オーディオインターフェース的なやつですか。そうです、オーディオインターフェースなんで、マイクこれですね。はいはいはい、マイクあるんですけど、このマイクでこのナレーションとか入れるときに使ってますね。なるほどなるほど、もうゆるゆるになってる、ゆるゆるになってる。で、じゃあパソコンは、あ、こっからこれ16インチですか。そうです、16インチで M1 Max。 はいはいはい、からつないで、あー、なるほどなるほど、これケーブル1本つないでんですけど、はい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 、このケーブル1本で、え、で、キーボードは HHKB ですか。 HHKB、 はい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 、いやー、ガジェッターって感じするな、めちゃめちゃ HHKB は。はい、で、このなんか、あの木のアームレストもそんな感じしますね。これちょっとこの間プレゼントでもらったやつで。あー、そうなんですね。お、すごいすごい、そういうこと。そういうことです。すごいすごい。で、ちょうどこうカパッと乗るような、あ、これめちゃめちゃなんかテンション上がりますね。はい、すごいわ。持ち運びとかもね、こうやってこれでできる。あ、すごいわ。へえ、いや、いいっすね、整ってですね。じゃあもう16インチはもうずっとここですか。ずっとここですね。あ、前はこれ、あの、あれですね、持ち運びもしてたんですけど、はいはいはい、ちょっと重すぎるなと。ああ、そうっすよね。ムツエアを持ち運びにして、うんうん、こっちに置いてるって感じですね。なるほどなるほど。え、外で編集するときもあります。あります。あの、旅行行ったときとかは結構ホテル内でずっと編集してたり。うん、そうっすよね、そうっすよね。だいぶ聞いたな。編集はあれですか、ファイナルカットですか。ファイナルカットですね。はいはいはい、ありがとうございます。はい、え、ラスト、あそこの裏、アトモフウィンドらへん聞いていいですか。あ、いいっすよ。いや、ラストちょっとここだけ、いつもの背景じゃないですか、だって渡辺さんの。そうですね、はい、背景なんでちょっと聞いていきたいんですけど、はい、これが例のアトモフウィンドウですよね。アトモフウィンドウですね。はいはいはい、これなんか1と2ありますよね。 2みたいなやつですか。2の一応新しいやつです。で、3枚。はい、いや、いいっすね、ちょっとうちにも欲しいっすね、これは。はい、で、サクッと、これあれっすよね、これ、あの、なんかチャンネルで見ました、僕。これですか。はい、時計は、あの、スマートウォッチですね、過去のやつ。はい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 、紹介してるの見ました。過去にデビューしたやつとかが。はいはいはい、いいっすね、いいっすね。で、植物あって、このチャンピオンベルトが、これが WWE っていうプロレス団体のチャンピオンベルトのレプリカを買ってます。そうなんだ、そうなんだ。なんかこう、さっきご結婚式で使ったとか言ってましたね。結婚式で入場するときにちょっとプロレス好きだったんで、それをちょっと見せたいなって入場して使いました。いや、いいっすね。その後はもう背景になってる。はいはいはい、いや、いいエピソードですね。でも、たまに来ますね、多分。なんでプロレス あのベルトあるんですかってなりません。あ、なりますね。なりますよね。はい、で、ここにあの銀の盾がありの、これ何なんですか。こちらですか。初めて見た。はい、あ、いや、ここ、ごめんなさい、これ。あ、これはね、YouTube の登録者数が常にリアルタイムで、はいはいはい、やつで、一応1000人単位ですけど常に更新されてるやつですね。これこんなのがあるんですか。 ありますあります。 Amazon とかで売ってるんですか。 Amazon で一応あると思います。へえ、あ、そうなんだ、初めて知った。これ YouTube 以外にもなんか Twitter とかにも連携してフォロワー数出したりとか。へえ、面白。なんか他にも天気見たりとかいろいろできるんですよね。はあ、そうなんだ。もう常にうちは、あ、面白い。本当だ。ちょっとそれ面白いですね。気温出してるとか時間とか。はいはいはい、音も出るのでスピーカーにもなってますね。あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。で、あとはカメラ類ですね。そうですね、もうここ取材していくと無限になるんで、うん、レンズが無限こんなものにしておきましょう。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、こんな感じのお部屋でした。多分まだまだ聞きたいところはあるんですけど、この辺にしておきます一旦。はい、ケイスケの動画。はい、大丈夫ですね。はい、ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いや、もう、もりもりすぎて、これは、まあ、僕もテンション上がりましたけど、多分視聴者の方々もテンション上がってると思います。なかなか、ここまで見せないですからね。いや、なかなかっすね。結構、裏側見ちゃった感じするな。いや、本当はまだまだあるんですよ。その辺の充電関連とか。やばいやつが結構。いや、すごいです。見たいんですけど、ちょっとさすがにキリがなくなっちゃうんで、うん、まあ、この辺にしとこうかと。はい、いう感じで、はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、今回は渡辺さんに取材させていただいて、で、なんかこの後動画撮るんでしたっけ。あ、この後、
はい、自分のチャンネルの方でコラボ撮ろうと思います。はい、はい、ということで、あの渡辺さんの方のチャンネルでも動画が上がってますので、ぜひチェックしてください。なんか一言ありますか？雑な振りを。出版おめでとうございます。ああ、ありがとうございます。そうだそうでした。はい、ちょっと一冊送りますね。あ、お願いします。送るんでちょっと背景に飾ってもらって。大丈夫です。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。何もないです。はい、ありがとうございます。まあ、あの渡辺さんのチャンネルでは本当毎日っすよね。毎日更新ですね。毎日動画、はい、もう上がってるんで、まあ、僕よりも全然更新頻度高いんで、あのぜひもうあの新しいガジェット出たなと思ったら一松さんの動画見に行くと絶対に上がってるんで見に行っていただければと思います。はい、ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方、高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。アロフト東京銀座。おお、よく覚えておりました。バーの方に、下のバー。やばいよ、クラブハウスサンダーのボリューム。3、2、1。